皆さんこんにちは、本日も動画をご覧いただきありがとうございます。宇都宮スーダ生態院長の鈴木達也です。本日の動画なんですけど、軽度の、バネーブ障害、または、軽度の腱鞘炎、手の痛みですね、手の痛みに対するセルフケアっていう内容で動画を撮らせていただきます。腱鞘炎だとかバネ指の症状の原因として、この前腕、腕ですね、腕の、頭骨、尺骨っていう2つ、2本骨があるんですけど、その間が空洞みたいな形なんですね。でその間を、前腕骨幹膜っていう筋肉の膜が張ってるんです。でバネ指の原因だとか腱鞘炎の原因の筋肉っていうのはこの骨幹膜も連結してる部分がありますので、この骨幹膜を緩めることによって、軽度の、症状であれば、改善することができます。でそのやり方を、今日は、説明していきます。まずですね、前腕手のひらを、自分の顔の方に向けてもらって、この、頭骨側と尺骨側2つ2本骨があるんですけど、ちょっと真ん中らへん、腕の真ん中ですね、腕の真ん中の手首側をまずギュッとギュッとこう押さえていただいて、押さえた状態で手首を動かしてみてください。でこれ5回ぐらい動かしてもらって、あとはグーパーグーパー、これも5回ぐらい。そしたら今度1つ下がって、また同じことを繰り返します。でまた手を開いて、また下がってもらって、また5回ぐらい、まず手グーパー、また下がってやってもらうと、手の開いたり閉じたりだとか手首の動きがすごく軽くなると思います。これが筋肉を、緩めることになりますので、もし、少し手が痛いなだとか、少し指がこう突っかかるなっていう方は、まずご自身でこのようなセルフケアをやられてみてもいいかなと思います。本日はこのぐらいでありがとうございました。